あの元カレーんいやーいいよ話しかけられたら無視できないでしょう。喧嘩別れとかじゃないって話してくれたじゃんでもちょっと俺に感じ悪かったうんねえあいつが言ってた猫鳴かなくなったのってどういう意味 今までペット飼ったことないって言ってたじゃん俺がピンときてない顔してたの多分向こうもわかっててさなんか嫌な笑い方してたんだよねうーんごめんやっぱり俺かっこ悪いうん手つなぐさっきのこと猫のこと 実物のの猫じゃないの前までメールの着信音を猫の鳴き声にしてたのかメール来ると「猫鳴いてるよ」って言ってくるわけねだから猫鳴かなくなったのかが大したことじゃないけど俺の知らないことを言われるとちょっとなえるあ違うごめん お前が謝ることじゃないだろう俺の心が狭かった。もっと俺とお前が知っていることを増やしていけばいいだけだよな。お前、お前と付き合ってるのは俺だって自信持てばいいだけなんだから。何すっごいニコニコされてんだけど。ねえ、なんでそんなに笑ってんのうん。うん 映画わかってるって、時間まだ間に合うよ。笑ってるの何でか教えてってば。ちょっと、走らなくても大丈夫だよ。ああ、待って。手つないだまま走らないで。<laughs> もう何でもいいや。ちょっと待って、歩いていこう。ほら、走らなくても間に合うから。 手繋いで走るってなかなかないよ。ん、何耳かせって。<laughs> 耳かして。